おはようございます。ちょっと眠いですね。11月19日。今日は金曜日です。朝6時の相場解説になります。まあ、レンジ継続ですから、上は114円の255、下は113円の785。この間で今日も戦っていこうと思います。少なくとも1時間でこのレンジを守っていれば大損はないと思いますけどもね。それでは画面切り替えていってみましょう。はい。これがデイリーでございます。デイリーはお話したように、グイッと登ってね、なんかエリオット波動にも見えなくもないんですけども、ちょっと違います。エリオット波動ってのは、1波、2波、3波と考えたときに、ここが一番長くならないといけないんですけども、これもなんか似たような長さですからね。だからエリオット波動って考えるんだったら、ここからのエリオット波動っていうふうに見ることができます。まあこういうふうにね、どこに補助線を引くかっていうのは本当ね、センスなんですよ。だから補助線引くのを間違えたら全然読みが変わってきますんでね。それだけ今日は覚えておいてください。日足は、まあ上にビュンと行ったのがまた下にギュッと返ってきたかなってことですよね。110円の222。うん、つまりレンジの中に入ってる価格だということが確認できます。はい。右肩上がりってやつですよね。で、4時間なんですけども、4時間はもともとこのレンジの中にいたはずなんですけども、これが飛び出してまた戻ってきたってことですよね。飛び出したんだけどもまだ戻ってきた。でも多分上昇ラインに乗ってるんじゃないですか、これ。こういう風に。だから4時間は右肩上がりの方向に向かうと思っていいと思います。ただ、レンジの中に内側に入って戦うかもしれませんけどもね。そこは1時間で見ていきましょう。じゃあ1時間は補助線引いていきますよ。114の255です。114の、255ですからもうここですね。だからもうこれ上に割っていくような寸前ですよ。割ってると言ってもいいと思います。で、下がここです。この間のレンジで戦うというふうに申し上げましたけども、一旦逸脱して戻ってきたとはいえね、またこれ上の方に行くような方向性ですよ。まあ、ですんで、今日言えるのは、金曜日単体で見ることはできませんけども、ただ今日入るんだったらね、倍の方で入りますよね。ここを超えたら。114円の315を超えたら、倍でエントリーします。そして来週は、買い一辺倒になると思います。それが今日お話しできることですね。金曜日頑張っていきましょう。それでは本日は以上です。今週もお疲れ様でした。